お疲れ様、そろっとです。今日はですね、にゃんこ大戦争やっていきます。はい、ということで、久々ね、にゃんこなんですけども、今日はね、ちょっと前回の続きでもあるんですけど、宇宙編をね、はい、こちら、攻略していこうと思います。で、前回宇宙編をだいぶ進めて、前回やってからだいぶ進めたんですよ、あの動画外で。なので、もうあと残り3ステージ、はい、もう残り3ステージやれば完全攻略です。なので、もう今日やっちゃおうかなって感じですね。はい、で、今1/2 10周年、まあ、10周年半ってことか、はい、来てるらしいので、まあ、それでこういったイベントがあるので、はい、スロットもちょっと引いていこうかな。スロット得意なんで、はい、プライベートでも引くぐらいちょっとお得意なんでね。はい、当てていく。まあまあ、この辺はね、俺だからこそのね。で、もう一回引けるっすね、これは。いや、このガチャね、ありがたい。もう一回、ああ、まあ十分ですね。はい、で、ちょっと猫缶すげえ溜まってんで、これもまた後でね、すげえガチャ来たんですよ。すげえのよ。それにね、はい、取ってるんで。またね、ちょ、クリアして、まずはちょっとクリアしなきゃいけないんでね、今日のね。はい。さあ、というわけで、宝も全部集めてます。1/48ですね。さあ、こっからアンドロメダと、まあ残り2個。なんかあるんでやっていこうかなと思います。さあ、統率力も1/2。まあ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 、その辺はラッキーですね。まあ1回でどうせクリアするんで。で、アイテムはもうフルで使っていきます。で、一発でクリアする体なんで、もうお宝、ね、トレジャーレーダーも使っていくし、って感じでね。はい、本気です。行きましょう。一発クリアでいきます。で、今回のこの条件が、あのね、やばい、やめろ。1ページ目。最初5体しか使えないっていうルールなんで、一旦耐えてもらって。でね、この、にゃんこあるあるなんですけど、まあ、その、真ん中ら辺のステージと、もう最後だけ、敵の強さが異常。急に、急に難易度変わるやんっていう、ことがあるんで、この辺から本当に、バケモンです。あの、カエル、ゲコックが、おっ、つバリア持ちなんですよ。で、バリア持ち俺持ってないんですよ、多分。けど、もう火力で、さ、あとこれもうニャンクレーダーに、マックセイか。火力のご利用しがね、なんとかあるっぽいんで。いや、このカエル、ゲコックさえ倒せば、なんだこれもう、このメダに任せて、当てるやん。はい、いや、強すぎ。で、お宝全部集めてるっていうのも、あると思います。はい。さ、最高の神話、残り2。宇宙編第2章。完全攻略できる。で、続いて、ブラックホールが、なんかややっこいですね。条件。EX レア、超激レア、伝説レアしか使えないと。まあ、伝説レア10種類ぐらい持ってると気持ちいいかもしんないんですけど、まあ、持ってないんで、1体しかね。名前なんだったっけ。まあ、次、ちょっと、これね、使えるキャラが限られるんで、まあ、これでいこうと思うんですけど、伝説レア使えるんですよね。あ、ジャンヌダルクだ。一応持っていくか。なんか、ジャンヌダルク、強いって言われてたのに、なんか、あんまステージで使う機会なさすぎて、伝説レアなのによ。一番使わない。何これ飾り。持ってはいるんで、ちょっとせっかくなら使ってみようか。ここで化けるかもしんない。さあ次も同じっすね。エイリアンとバリア対策してればいいんで。まあ、次もどうせ一発クリアでしょう。行きましょう。ここクリアして最後にね、ちょっと時間かかると思うんで、最後はさすがに。よいしょ。さあ一旦ね。でもチブネコちょっと弱いんでね。壁役としてね。はい、頑張ってもらって。あ、ちなみにこれ2章、宇宙編2章をクリアすると、全然出せるんよ。2章をクリアするとですよ。あの、神様が手に入るんですよ。激神様。なんで、まあ、それもちょっとね、強いかは知らん。けどまあ神様って言ってんで、強いでしょう。全然キャラ出せん。このステージ。厳しい。全然キャラ出せん。いや、弱っ。いや、でも、場にちょっとしか出せないんだな。おい来た伝説最初にゲットして以来、ほぼ使ってないです。あのマンボウやべえな。バリアを持ってるんで、火力で、あ、お金余る。すごい。なんで
車出して、でちょっと最近このミャンマーの本能を解放したんで、よし安いし HP も軽く曲がってんすよ。うわー気持ちいい。ニャンママジ強いっす。俺今まで本能解放してないニャンマも最強だと思ってたんですけど、雑魚でしたね。解放した瞬間に化けました。ラスト1ステージです。来ました。こんなね星からビッグバンもう爆発してます。でラストはもう条件がない。はい。でまだこれ見てないんですけど、攻略何が強いか。まあ、基本的にエイリアン対策をしとけばいいんですよね。この宇宙編っていうのは。まあ、なので、まあ、見ずにやっちまうか一回ね、攻略サイト。よし、これがま、俺の中でのエイリアン対策してるパーティーなんで、ちょっとこれで見ようかな。やってみようかな。はい。サイト見ずに一発クリアしたらガチで天才かもしれない。どうしよう。アイテムは強すぎるがゆえに、お宝レーダー持ってこ。うん。これでいきます。ハンデ。ハンデです。マジで勝ちます。一旦金集めて、は？マジちょっと、変態出てきた！何これ。あー、しかも出た。マナブくんだ。イルカ的なね。あれがね、バリア持ちで厄介なんですけど、変態いってる。え、これありなの？これ、ゲームにこんな。こんなキャラ追ってんかっていう、うん、やばいやろこれ。やばい。ギリ隠れてはいるけど、大きさ調整がむずいやん。いやまだそこにまでたどり着けない。一旦この周りのエイリアンが強すぎる。多分これが激神様っすね。ステージクリアすると多分こいつをねゲットできるんですよ。いらんわ。ゲットできるらしいですけど、こんなキャラなんか嫌だな。もっと、可愛い感じ。可愛いか、せめてかっこよくあれっていう。え？なんで？俺今何に負けた？そうなんですよ。もう最後になると急に、今までのお遊びやんっていうぐらい難易度が上がっちゃうんですよね。はい、ちょっと攻略サイトちゃんと見て、でもやっぱ今回もエイリアンがいっぱい出るっすね。エイリアンバックなんで、エイリアン対策していこう。白ミタマ入れたいんですけど、黒ダルターニャ、杖らしいんで入れちゃいます。で、なんか、イズが火力が高くて、すごいいいっていうか、火力でご利用せ感らしいので、ちょっと強めの奴らを連れて行ってね。この精霊王ね、メラバーニングちゃんも、超強いの。エイリアンに特化してるんだけど、なんか火力でマジゴリ押せって書いてるんで、覚醒の寝込むと思っていきます。これ、最初に手に入れられるかつ、もう一生強いキャラっすね。こいつだけはガチで最強。どのステージでも化けます。まぁ、ちょっと一旦これで行ってみますか。やっぱね、宝使わないと、アイテム使わないと、そう簡単ではないっぽいんで、うわ、俺これクリアできなかったらどうしよう。本気で行きます。壁出して時間稼ぎして、ああまあ何回見てもキモいっすよね。さあバリア持ち、一旦この周りをね早めに倒したい。イズかわいい、ハウルみたい、シロみたい。さあ覚醒のネズミとも最強なんで、わ、俺らのユニットめっちゃちっちゃく感じるね。あいつがなんかでかいだけなんだけど。えっ、ガチでやばい。火力がやばいわ。よしよしよし、さ、ノックバックさせる。キャスリーの攻撃がね、強いんですよね。ノックバックさせる、かつ全属性に。ヒロ以外の全属性にいける。いや、火力で。いや、あるある、マジで。よしよし、でも結構、与えてるかな、与えてる気がするんだけど。めっちゃ下がる、めっちゃ下がる。揺れてる。見えるんじゃねこれ。見たくねえけど。よし。いや、だいぶいいぞ。しかも、もう一回。あー、ダメージやばいな。寝込むと出せるんで。いや、うおー、来た。これさ、こうなったらもうなんか、布持って。
これで勝てば宇宙編全クリス 2章。え、こっから出てくるわけないよなって。あれどうしたで、残り30万15。うぃあざっす、来ました、最高の機嫌。やっぱマジ攻略サイトね、すごい便利なんですよ、にゃんこ。いや、しかも、もう全部お宝ね、集めてるんで、そのままは気持ちいいみたいなところあるよね。うわー、さあ、宇宙編2章、完全攻略しました。あ、これ長いやつだ。これ、映画の最後とかに流れてくる、あれね。スキップできるらしいっす。スキップしちゃう。これ見ないですね。あ、出た！全クリで、激神様ゲット。宇宙に新たな章が出現。出た！第3章だ。第3章で、多分本当の最後なんだよな。これ。うわー、やば！気持ちいいな。クリアできなかったらどうしようと思ってたんですけど、クリアできましたね。しかもセール来たんで、即買いです。さあ、プラチナチケットはだいぶいいやつですね。超激キャラ確定。これで、あ、EX キャラに、どこにいんだ？さっきの手に入れた、あ、これだ！ギギ神様。マジそのまんまっすね、さっきの。メタルな敵以外吹っ飛ばし、怒りの雷が降り注ぐ全方位攻撃。いや、でもなんか結構強そうっすよね。なんかこの EX キャラって、なんかいろんなステージで活躍するんですよね。そうなんで、多分ね、どっかで大活躍します、こいつ。なんでゲットしといて損はないはず。よし、というわけで、クリアしたっすね。宇宙編2章。クリアしたってことは、ご褒美の、超極猫サイです。これやばいっすよ。超猫サイと、極猫サイが混ざってんすよね。だからどっちの限定も出るんすよ。めったにない、このガチャ。本当に、超貴重ですよ。マジで、めったに来ないやつなんで、ぶん回します。はい。で、今回からね、登場するやつがいるんですね。新たな幻の猫が参戦。うわー、マジで全種類欲しい。持ってないやつ。これだ。黒炎だ、炎。前は炎だったんですよ。白炎。この炎も欲しいんですけど、今回から出るこのダーク炎も欲しい。し、今までの持ってない、こういうね、ガルディアン系、あと黒キャスリー。超強いんで、黒キャス欲しいですね。まあ、黒キャス、白炎、黒炎。まあ、この3つですね。はい。かまします。残り1時間50分。あぶねえ、これ。俺寝てたら、逃してました。よし、行きます。猫から1万9000あるんで、まあ、何連かわかんないですけど、ちなみに動画撮る前に1回こっそり10連して、750で引けたんですよ。750で引けたんですけど、ダメでした。確率ちょっと高いんで、10% でね、超激レア上がるっぽいんで、行きましょう。通常、普段は 9% とかかな？なんか 10% ない気がします。一発でよこしてくれよ、俺に。いや、金色出てなかったな。超激レアね。まあ、持ってても、本能に回せばいい。え？ 10% ってことは、10体に1体は出るはず。あれ？10体に1体は出るはずなんですけど、まあ、次に2体出るかもしれないね。金色が出ればね。いや、出てないっすね。金色のラインが。えっ！マッチシューター。いや、持ってるらしい。超激レアね。出るのはいいんだ。持ってないやつがいい。それか限定がいい。うっ！怪しいな。最近ちょっとガチャの引きがね、鈍ってんすよね。そろそろ。いやー、金色出てないですね。うわっ！よし！マジで、1体目持ってないっす。限定だ。極の方の限定の、黒獣ガルディアン。うわぁ。いや、マジで普通に嬉しい。普通に嬉しい。持ってないかつ限定だからな。よし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 。止まってくれ。うわ来た！ちょっと待って！うわ引いちゃった。引いちゃった。やばい、引いちゃったよ。悲鳴の炎。これだ、今回出た限定。わぁ。やば。かっこよ、この横にいるやつがかわいいね。え？一番当たりじゃない？いや、評価はわかんないんですよ。どんぐらい強いかは。いや、でも、マジ今回から。
わ、やばいやばいやばい、引いちゃった引いちゃった引いちゃった、やばい。マジ？え、俺も、俺も、え、満足だ。あとは、贅沢言うのであれば、白炎と黒キャスリー。これやばいっすよ。いく、ちょっと待って、気持ちよすぎるんだよこれ。なんだこれ。しかも、今回の10連の1回で、ガルディアンと炎とナース。かわいい。いやー、ちょっと待って、キモい子がいる。あ、なんて言うんだい。幼獣ガオ。え、バカかわいい。これは、白ですね。なんで、超猫サイの方かな。の限定。え、待って待って待って、ちょっとマジやばい。俺今日死ぬ？え、限定でさ、今、3種類ぐらい一気に。やばいやばい、ちょっと待って、攻撃やばくない？これやばいぞ。いつも一周引きまくって一体出るかどうか。なんなら出ないし、被ってるやつが出るとか。やべえぞ、このガチャ。バカ、バケモン、バケモン、髪引きしてる、髪引きしてる。もう引かなくていい。なんなら。いや、でもあと1万4000あるんで、さすがにね、突っ込むよ。やばい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 、ガチでやばい。ガチでやばい。こんなことあんのか。こんなことあっていいのか。やっぱ2章クリアしたからね。ほんとに。持ってない。やけど、お前は誰だ？服部半蔵。いや、でも持ってないの出るのめっちゃ嬉しい。いや、超激レア、超出てくるやん。いや、これが、超ごく猫さいよ。さあ、からの、ユーザーランクも上がっていく。どれどれ、炎ちゃん、炎ちゃん。多分ね、こっちっすね。隅っこに。うわー、かっこよすぎんか。必ず敵の動きを遅くし、遠距離なんでね。いや、しかも、持ってないガルディアン。いや、ガオまでいる。うわ、今回やべえぞ。こんだけ手に入るとね、さすがに、気持ちよすぎて。で、即乾燥させてあげて、一旦。キャッツアイも使いたいけどね。後々使おうか。うわぁ、最強であってくれ。炎。ちょ、まだあるんで。あ、背景かわいいっすね、これ。花が咲いてる。よし、行くぞ。まだいける、俺は。白炎です。白炎と黒キャスリー。お花です。いいじゃん。あ、持ってるんでね、プラスチに変えるか、あの NP でね、ちょっと本能強化に使えるんで。おー、ポセイドン。まあ、持ってるけど、全然いい。え？さあ、あともうちょっとだな。お、金が今あったね。なので、今回超激レアを言っています。マジで、黒キャス来い。言えば来る。来るよ、絶対来るよこれ。うわっ、持ってない。白伊豆だ。踊り子伊豆。これも結構最近っちゃ最近で、俺黒伊豆持ってんすけど、白伊豆持ってないんですよ。で、しかも白伊豆強かった気がするんだよな。やばい、どうだろう。ちょ、今白いでいいですか。まあまあですね、まあまあまあ、それは強い、それは強いよぐらいですね。うー、いや、でも持ってないの嬉しい。いや、めっちゃ可愛いな。付き合いたい、この子と。踊るクイズ。本当に。本気で付き合いたい。あと30連ですね。これで、黒キャスか白炎欲しい。頼む。贅沢。強欲に行きます。まあ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 、そういう時があってもいいな。全然全然そういう時があってもいいのよ。金色？出ないですね。うん。押せないかな。おい、持ってる超激レアね。持ってっちゃ意味ないの。いや、でも今回さ、限定被ってないのがやばい。来た！金色の線が見えました、俺には。あるよ。さっきしかも限定だったからな、金の線で。おい。あるよ、ほんとに。来るよ。絶対一体来るんで。ジュラスね。
おー、まあ今回のとは全然違う。あー、なるほどね。惜しいね。うわー。よし、これラストです。いや、今回だいぶ神ってる。いやー、ラストに黒キャスリーか、白炎、言います。ガチラストです。黒炎は手に入れた。だがもっと欲しい。2、3、4、5、6、7、8。ラスト。おお。いやもう全然いい、全然いい。いやー。全然いい、全然いい。最高か？うわ、にゃんこ最高だ。あー、課金します。うわ、やばいね。ちょっと待って。うわ、仲間、うわー、白いズも嬉しい。まあ、さすがに全部ね、強化しとくよね。やばいね。こんな出ていいのかな？どうなんだろう？相場をさ、知りたいんだけど、超ごく猫祭めったにこないガチャすぎて、ああこんだけ出るもんなのかもしれない。なんなら足りない方なのかもしんないけど、体感超当たってる気がします。うわー、やば。まずはでも第2章クリアできてよかった。そう、第2章これでクリアしたんで、まあ、次は第3章ね。お宝も全部集めてるんで、もう一回潜る必要もない。いや、このね、アイテム、もっと欲しいっすね。アイテムがね、あるだけで、ほんとクリアしやすくなるし、お宝も集めれるんで、お宝集めてると、さらにまたクリアしやすくなるんで、今回全お宝集めてたっていうのが、だいぶね、クリアしやすかった気がする。まあ、次はね、第3章を進めるか、まあ、レジェンドストーリーもね、あるんで、まあ、両方ちょっと進めつつかな。まあ強いかどうかはさておきよ。まあある程度それは強いと思うんですけど、今回出たキャラがすぐ手に入ったっていうこの優越感、みんな持ってる？手に入れた？手に入れたかい？俺は持ってるよ。俺はね。もうやばい、最高だ。いやー、仲間が増えたね。ちょ、またみんなの超猫祭、超ごく猫祭の、オルアコーだったとか、ラットリも良かったとか、ちょっとそういったね、今後もぜひちょっとコメント欄でお待ちしてます。はい。ではまた、次の動画もね、お楽しみに。では、お疲れ様でした。またね。にゃっ。